ます。好きな YouTuber、タマスマとブーちゃんです。はい。というわけで、ね、本日もやっていきましょう。はい。50コインで買える希望。はい。こちらのね、本日の希望ワードは、はい。まだ終わってないから始めればよい。イエス。イエス。これね、区切りがね、まだ終わってないから始めればよいっていう、なんですけど。3段階みたいな。そうそうそう。4段階みたいな。まだ終わってないから始めればいい。そうそうそう。はい。なってるんですけど。いや、なんかね、これも2つの意味合いがあるなと思って作ってるんですけど、要は、まだ終わってないから始めればよいっていう意味合いと、まだ終わってないから始めればよいっていう意味合い。この2つを自分の中では作ってるんですね。はい。で、例えばなんかこう、絶望的なね、こうシチュエーションの時に、あ、終わったみたいな。もう終わったわ、これ。もうだから。みたいな時ってありますよね。そういう時ってなんか2パターンあるかなと思っていて、うんうん、本当にもうこれ以上進めない時と、もうなんかそのまだやり方がある時とか、うんうんうん、まあ基本的には基本的には後者のまだ終わってないって思ってトライ、もう一度トライしてほしいっていう気持ちのどころがあるんですけど、もう本当に進めないなと思ったら、でもそれはそれで一旦終わり、でも、うん、新しい何かまたありますよっていう意味合いでありますね、うんうん、これはだから本当に、まあ、見切りの部分なんですけど、うん、なんか自分の中でそれがね、なんかこう例えば何回も繰り返し繰り返しいろんなことに挑戦して失敗を繰り返さないと分かんない部分だと思うんですよ、うんうん、の中で成功する成功しないっていう、やっぱりなんかやる前ってやっぱり人間ね、特に男の子はこう成功するために勝算があるっていう部分でやって恥をかきたくないっていうのがやっぱあるので、うんうん、まあ勝てる勝てると思ってやって負ける時もあるじゃないですか、うん、でもなんかその負けるかもしんねえなって、勝てるかもしんねえしか負けるかもしんねえなってことに挑戦することはすごく意味あることだなと思うんですよ、うんうん、なんかその半々だなって思うことに挑戦する、もしくはそれ以下の部分でも挑戦するっていう部分はやってみたら意外とできたってことがあった時はすごい宝だと思うんですよね、うんうんうん、なのでなんかその部分でなんかまあやってみてやってみて、1回目例えばやって、あ、ダメだと思っても2回目やったら、うん、いけるかもしれない、3回目できましたみたいなこともあるかもしれないんで、なんかそういう場合にはまだ終わってないから、まだ終わってないから始めればよい、だからまたもう一回最初から始めればよいっていう意味での再度リトライをして、リトライをして、リトライをしてやれるようになるっていう意味合いですね。で、あと本当にもう限界値ね、なんかそのもう壁にぶつかりましたね、でこうやってもやってもこれ以上やってももう消耗戦でしかない、うんね、もう出し切った、全部出し切った、できませんで一旦休んでとりあえずもう一回やります、ダメですっていう、うん、なった時はこれを繰り返しても意味がないですよね、うん、どんだけこう繰り返してもね、こう好きって言ってもらえない人にずっと告白してるような、ね、まあ、それでなんか成し遂げる人もいますけど、うんうん、まあなんかそのだったらこう違う次のステージに行った方がねいいよって、また新しいとこあるよ、いいとこあるよっていう部分での希望ですね、うん、これはあります。ブーちゃんなんかそういう経験はありますか？経験っていうか、まあ、僕音楽が好きなので、うん、今のを聞いてて、まあ、トライアンドエラーっていう言葉がパッと浮かんだんですけど、うんうん、ある歌詞にトライアンドエラーは大事でも、うん、みんながエラーをしたいからトライをしてるわけじゃない、うん、でもエラーないとトライもできないし、トライしないとエラーもないから、うん、まずはトライアンドエラーを怖がらずにやろうぜっていう、うん、まあ、あるラップの歌詞があって、うん、それを聞いてて、あ、なんか今の言葉と一緒だっていうふうに思ってて、まあ、そうだね、なんかね、僕もそうやって考えてはいますけど、うん、何回かそういう経験自体はね、いろいろあるかなあるかなまあでも、まあ、なんかやって失敗した、うん、なんで失敗したのかっていうのを分析してトライするっていうのは大事なのかなって思って、うん、一応今まで生きてきてるので、はい、いやまあそうですね、なんか結局今日のその話で言ってもなんかこう最初ねこの形式やろうって時にできるかなっていうそういうねなんかブーちゃんの中で懸念があったけど、うん、実際やってみると意外と膨らむっていうか、まあそうですね、なんか俺の中ではもういや全然できるでしょと思ってた部分あるけど、やっぱりなんかこうそれまでもなんかそのまあなんだろうな、経験の差というかそういう部分もあるかなっていう、
なんか絶対できなそうなことって俺多分やらないけど、どうかなってやらないんだけど、やれそうかもねって思うことは多分一緒にやってると思うので、なんかその中でまあちょっと一回試しにやってみようみたいな、なんかそのまあこの中自分の中でね、なんか何分っていう今ねこの中で縛りを作って、でそんだけこうこの一つのネタで膨らむかなっていうね、なんか不安の要素はあったけど、今実際やってみると意外と膨らむもので、まあそうですね、なんかその中でやっぱりね、あのああっていうエピソードがあったりとか、経験のね話があったりとか、まあそのなんていうかもう自分の中でのね、こうあこれはこう思うなとか、あとまあ自分はこうですこうですっていうなんかね、こう意見の交わし合いみたいなのもあるし、やっぱりなんかそこそこの時間がそうですね、話してるとね、もうお互いね引き出しをずーっと開けてこうやってずーっと引き出し上げてるそうなーってね、そうあこういうのってでもなんかやっぱり情報の整理でもあるかなって思って、ね、まあそうですね、あなんかなって思ってて、なんかやっぱりなんかもう俺もね明日は大丈夫かなって思ってるのもすごい不安な部分もあったりするけどこうやって話してるとやっぱり安心してくるんだよ、まあそうだよなみたいなって思ってる部分もあるので、まあなんか心配してないってことはまあゼロではないけど、まあ本当に限りなくゼロに近くなる部分もねあったりとかするから、やっぱりそのなんかまだ終わってないっていうのはなんかそのやっぱり生きてる限り何かは続くと思うんですよね、なんかやっぱり俺もすごく残念なことがねなんかあったりとかした時期もあるけど、なんかそのやっぱりなんか最低限生きてればなんとかなるんですよ、人間絶対的に。だから本当にまだ終わってないから始めればいいって、でそういうふうに思ってほしいなと思って作った言葉の一つですね、なので皆さん希望を持って生きていきましょう、はい、というわけで本日もねよかったらこちらのねラインスタンプよかったら買ってください、というわけで本日も動画の方よければ高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上鈴木の YouTuber たま様とブーちゃんでした。したっけぽよぽよ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。